の町。わったどん、ほら字も読めないし書けもしないからどん、勘弁しておらに恥かかせるでねえけどん。やだやだねねよごろりどん。ほら恥ずかしいだどん。グズラ、字が読めなければ勉強すればいいんですよ。勉強しないで知らないままにしておくのは一番恥ずかしいことですよ。さあ、元気を出して頑張んなさい。さあ、学校来ただろ。勉強の前の腹ごしらえだどん。うまかっただん。はあ、グズラこんなとこで、うん、私の帽子ないと思ったらグズラちゃんなのね、こら。ほら、これから学校で勉強さするだどん。ダメだ、無理な話だよ。ほら、字が読めるようになりてえだどん。あきらとグズラちゃん、帽子返してよ。帰れよ。ほら、学校入れてくれるだか、どん。ああ、学校へ入れるように話してあげるから早く話してよ。そうね、怪獣を入学させたことはないけど、まあ勉強したいという熱心さを認めまして、特別に入学を許してあげましょう。どうもありがとうございます。ほら、頑張るだどん。早くお辞儀するんだよ、ほら。早くって、あ、すず、間違ってた。グズラ、早くありがとう。こさせてね。今日は新しいお友達を紹介します。さ、名前を言ってご挨拶なさい。ほら、グズラだどん。さあ、今日の1時間目は国語ですね。7ページを開けましょう。あ、宇宙エースの本だぞ。マッハ555。あれ、グズラの漫画じゃんの。静かに、静かに。なんです、グズラ君。ここは勉強するところ。漫画の本はいけませんよ。お弁当もあるだろ。あら、いらない。それでは国語の時間です。では皆さん、先生の言う通り言ってみましょう。あいうえをかきくけこ。あいうえをかきくけこ。さしすせそ。グズラ君、さしすせそと言ってごらんなさいな。さしすせせ。違います、さしすせそ。さしすせそ。違います、さしすせそと。あら、いやだ、私もういいです。ほら、一生懸命なのに。どう、次は絵の時間。さあ、今日は好きなものを描いてください。はい。ほら、何を描こうかだ。グズラ君は何描いてるの？この豚みたいな絵は何ですか？ほら、先生を描いただろ。グズラ君、間違いに描いてちょうだい。ほら、真面目にやってるだろ。おー、みんな、うまいだどん。おー、で、こんなやつやったな、こらー。よっ、いじゃー、くまやあいや、you
グズラ君、廊下に立っていなさい。学校って本当に難しいところだぞ。さあ皆さん、今度は算数の時間ですよ。4つと4つでいくつでしょうか。3つ、4つ、5つ、6つ、7つと、あら、あったあった。それで、8つだ。で、あら、あら。どうなってんの？まあ、グズラちゃんたら。手伝って。私恥ずかしくて勉強なんかできやしないわよ。まあ、ほら真面目にやってるだろ。少しは考えてちょうだい。ほら悪いことしてないどん。さあ給食の時間ですよ。待ってましただ。おほほほ。あら、ほら腹減ったの。腹減った。早くピッ。もう食べちゃったの。ここにあったの。辛い、カレーを食べ過ぎちゃったが、ぼしょしょー。あ、手伝うと、これの方が美味しいの。反省して二度としないこと分かりましたね。どうもすいません。おらすまねえど。おらはいかんぞ。はい、おら、はい、皆さん午後は体操です。さあ並んで。やったあら手伝うどん。元通りなさい。いいかと。まあ失敗は成功のもとというからね。では掃除当番を無事済ませたならば、本日の失敗は忘れることにしようかしら。はい、どん。こんな小さなバケツで大変だどん。オラに任せてどん。水を汲んでくるつもりだ。任せといてよ。あらあら。ちょっと来てた。さあね。ごきげんよう。はい、ごきげん。お、なぜ空間に、はたまた、なぜに、
ら元気を出せよ。ほらダメだドン、一生懸命やったけどドン。そんなに学校が好きなの？そんなに勉強がしたいのかい？うんだ、だけど校長先生明日から来なくていいって言ったらドン。よし、じゃあ僕が勉強教えてあげるよ。私も協力する。本当かドン？本当だよ。ほら嬉しいの。太郎さんと花子さんはこれなんて読むんだ。ねえボンちゃん起きて早く勉強教えてよ。ボンちゃんったら寝てばっかりいるからボンちゃん勉強ができないんだと。ほらボンちゃんったらもうやんなっちゃうだと。グズラ偽城のまき。大変だ。ほらお化粧なんかしてる場合でねえだど。あれあれ困っちゃうだどもう。チャーラー。やっぱまた郵便屋さんの自転車食べたんと。違うだど。キャップパパさんのゴルフ道具食べたんと。そんなんじゃねえだど。すずちゃんが病気なんだど。なにすずちゃん病気と。風邪ひいただど。奥で寝てるだど。ちょっと見てこよう。ダメだど。パパさんやママさんに見つかったらオラまで追い出されてしまうだど。困るよ。けどクズラさんだけ追い出されればいいと。そんなチャララわがままだど。すずちゃんのとこ行くならママさんがもうすぐお使いに行くだから、その時行ってみるといいだど。すずちゃん、ママちょっとお買い物に行ってきますからね。おとなしく寝てらっしゃいね。はい。ボンちゃん、漫画の本でも見てあげなさい。お兄ちゃん、今日は優しいのね。いつだって優しいさ。ほれ、ママさん、出かけてきただろ。すずちゃん、ほら来ただだん。こら、大きな声出すんじゃない、グズラは。まったくもう。あれ、まあ、ボンちゃん急にすずちゃん思いになっただ。おー、すずちゃん漫画見てんのかだん。お兄ちゃんの。はい、その漫画の本こないだすずちゃんが黙って見たって、ボンちゃんガミガミ怒ったでねえかいだん。いいんだよ、すず子は病気なんだから。あら、おもちゃがあるとオラも欲しい。痛い。こら、これはスズ子のだぞ。ああ、これみんなスズちゃんのかと。スズ子は病気なんだ。わかんないのか、本当にもう。おー、素敵なお人形だん。それね、パパが買ってきてくれたのよ。前から欲しかったの。私が病気になったら買ってきてくれたのよ。はあ、病気っていいもんだどん。みんなから大事にしてもらえるし、おいしいもの食べられるし、おいしいもの買ってもらえるし、もしもだどん、オラが病気になったらだどん。決めた、オラも病気になるどん。はいだ、はい、痛い、オラ病気だぞ。痛い。グズラさん、グズラ、しっかりしろ、大丈夫か。大丈夫でねえだぞ。苦しいの、オラ病気だぞ。どこが苦しいの？頭、お腹、足。頭もお腹も足もみんな苦しくて、痛い。痛いぞ、苦しいぞ、病気だぞ、痛いぞ。グズラが病気だって。痛い。いけない、ママが来る。チャララ、隠れるんだ。こんな入るんだ、ここ。早く。ほら、バイン。痛い。うわ、痛い。
よっしゃっと、ほら、早く。グズラちゃん、気分どう？俺、病気だな。病気は分かってるけど、どこが悪いのかしら。熱はないよね。脈は？ぷー。あら、ずいぶん手が小さくなっちゃって。チャララの手。早い、すぐ大きくなるぞ。ぼよん。あら、まあ。でも病気なんだぞ。大変、これはきっとひどい病気ね。うんだ、うんだ。ほう。グズラかわいそうに。ほら、バナナ食べたいぞ。はいはい、食べさせてあげますよ。鉄もたくさん食べたいぞ。そりゃいいですとも。ほんとかぞ。でも、バナナも鉄もお医者さんに見ていただいたからね。だあ。なるほど、難しゅうござんすね、こりゃ。あの先生、なんとか直してやってくださいね。こいつはとってもかわいいやつなんですよ。パパさんにそんなこと言われたの俺初めてだと。ん？いや、いつだってかわいいよ。ゴルフのクラブ食わしてくれるのかと。ん？ああ、いいよ。しかしおかしいね、こりゃ。悪いとこは全然ないみたいだけどね。あら、痛い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 の、苦しいぞ。そっかそっかそっか、どれどれ、あーと口開けて。ああ。おやおや。おりゃ、食べちまいやがって。それでは、かっけの診断をぶっつけましょうね。あら、かっけ、かっけ、ああ、負けた。私にはさっぱりわかりません。大学病院に連絡いたしましょう。入院した方がいいでしょうと思いますよ。そうですか。そんなことしなくていいだろ。いいえ、よくありません。とにかくそれまでは絶対安静。食事は1日1回。重湯を軽く、いいですね。はい、わかりました。どう？えらいことになったの？ほら、退屈だろ。ダメダメ、おとなしくねんねと。つまんねえだと。気分はどう、グズラちゃん。あれ、すずちゃんも治ったのかと。え、おかげさまで。はい、ご飯よ。で、ご飯だと。あら、また重いこれっぽっち。だってお医者様。いやだいやだ、俺はもっと食べたいの。あれ、なんだと。あら、ほう、やだやだやだ、おら病院だか、やだピパと、やだの。さあ、もしかね、それやよい、こりゃわからないね。何しろ人間じゃないんですからね。これは学問的にも非常に興味あるケースですからな。さるせいです。これは日本生き物学会と共同で研究会を開く必要がありますな。まあ、ね、宇宙学会も入れた方がいいな。その通り、その通り。とにかくですね、それまで徹底的に検査とテストをやりましょう。とぉ、えらいことになったぞ。これは病気ですって。そうなんだね。怪獣新聞ですが、グズラ君のご容態は。お感想は。ちょっと待ってくださいよ。グズラ君の病気について、日本お医者の会は、日本生き物学会、日本宇宙の会との共同研究会を開催することになりました。グズラの病気は何か。大学病院でも病名わからず。注射。ほら、注射に弱いんだぞ。そんで。いや、一緒くらっしゃっしょ。どうえぇ、お腹が空いたらどん、注射と薬ばっかりで何にも食べさせてくれないんじゃたまんねえどん。だけど今さら病気は嘘だなんて言えないどん。お腹減ったどん。あや、こほう、こりゃ鉄だどん。お腹が空いたときは何食べてもうまいだろ。あれ、君、何食べてんの？あ、ベッドのパイプ。あれ、
り大変だ。すぐ手当てしなきゃ。いやだいやだ、もうやだってば。注射。ガオ。次は薬。ああもう堪忍してどん。どうクズラちゃん。なんだジャララかどん。クズラちゃん本当病気じゃないどん。なんだどん。不足の病気とそうじゃないどん。バカなこと言うてないどん。俺は病気だどん。正真正銘の病気だどん。そうかぽ。ジャララたち怪獣病気しないことになってんけどっぽ。テレビの怪獣だって病気なんかしないぽ。ほら特別だどんどんどん。いや注射かどん。いやグズラ君、君はもうここ退院するんだ。我が病院ではもはや打つ手がない。ああ、帰ってもいいのかどん。いや、君の研究を日本ロボット学会に切り替えることにしたんだ。はあ、ロボット？私はロボット学会の吉田博士だが、研究の結果、我々は君が動物でなく、ロボットであるという結論に達したんだ。ロボット？オラがガドゥン。そう、君の病気はおそらくどっかの歯車でも緩んどるんじゃろうな。そこで、君に我々のロボット研究所に来てもらいたいんだ。分解して調べることになったんだよ。分解。そうだ、徹底的にバラバラにして調べよう。大変ぽ。堪忍してどん。本当は俺は病気なんかじゃないんだどん。俺の病気はインチキだと偽病だどん。偽病。やっぱりだ。みんなに大事にしてもらいたいから病気だって嘘ついたじゃどん。分解なんかやめてどんよ。わしはおかしいんだ。なんてこと。ムラムラ。こら、グズラ、バカモン。なんだって、さんざん世間を探しておいて、仮病だなんていうことですか。反省しなさい。怒られても仕方ないわね。まあね。たあ、もう塩らしい顔して、ゴルフのクラブを食わせろったなんですか。人をバカにするのもほどほどにしなさい。今日という今日はね、我慢できませんよ。お手伝いさんの巻、グズラお坊ちゃまの巻、お楽しみに。すましてね、いたってね、友達になれないね。一緒にね、ドタバタね、遊ぶと仲良くなれるんだね。ドタバタやったら友達だ、ドタバタやるから友達だ。